ノバーラの戦い、または美国家の戦いは、イタリア統一運動の時代に、第一次イタリア独立戦争の中で、オーストリア帝国とサルデーニャ王国の間で行われた戦い。1849年3月22日の終日続き、3月23日の夜明けに終わり、ピエモンテ軍に深刻な敗北と撤退をもたらした。 1848年のオーストリア帝国とサルデーニャ王国の不安定な休戦は7ヶ月末続き、サルデーニャ王、カルロ・アルベルトは1849年3月12日に休戦の終了を通告した。オーストリア帝国軍がロンバルディアで軍事的に主導権を握った。陸軍元帥、ヨーゼフ・ラデツキーの指揮下で要塞のマチモルタラを占領した。 モルタラの占領により、ミラノから西に28マイルにあるノバーラで、オーストリア軍とピエモンテ軍の戦いが勃発した。数と武装が4万5千のピエモンテ軍よりも、優れている7万のオーストリア軍が、1848年のクストーツァの戦いと同様に、敵を徹底的に敗走させた。ピエモンテはまた、イタリアの小さな州からの支援の不足に苦しんでいた。 ジロラモラモリの将軍は、ノバーラの戦いの前に命令に従わなかったとして、告発され、その同じ年に処刑された。ピエモンテは、アルプスの麓のボルゴマネロに追いやられ、オーストリア軍は、ノバーラ、ベルチェリ、トリノを占領して、ピエモンテの首都、トリノまでの道が開かれた。オーストリアの将軍ジュリアス・ジェイコブ・フォンハイナウは、 ミラノの北東54マイルのブレジアの反乱を鎮圧してカルロ・アルベルトは退位して息子のビットーリオ・エマヌエーレ2世を後継ぎにしたビットーリオ・エマヌエーレ2世は後に統一イタリアの最初の国王になったフリードリヒ・ヒエンゲルスはこの敗北で鳥の共和国の革命と布告が予想されるがカルロ・アルベルトが退位して長男を後継ぎにしたことでそれを阻止せんとする試みが なされているという事実により生じると書いた。すでに、ローマ共和国が2月に宣言され、ベネチア共和国も存在していたものの、ピエモンテ共和国は設立されなかった。カルロ・アルベルトは、ポルトガル王国のポルトに亡命して、間もなく崩御した。8月9日に平和条約が締結され、ピエモンテはオーストリアに6500万フランの賠償金を支払うことを余儀なくされた。 戦いの再現は毎年起こっている。1857年から1859年の間に世界一周の科学遠征を行ったオーストリアのフリゲート艦ノバーラはこのオーストリアの勝利にちなんで名付けられた。ありがとうございます。